こんにちは、島田です。今回はバズストップバーをつける前とつけた後のジャガーを鳴らし比べていきたいと思います。先日ですね、このねジャズマスターに取り付けたんですけれども、バズストップバー、まあ、一番簡単なカスタマイズと言ってもいいでしょうね。ネジを外してつけるだけと、まあ、こんな簡単なカスタムなんですけど、めちゃめちゃ音は変わるし、個人的にはね、かなりね好みの方向にね進んでいったので、動画撮っとけばよかったなというところで、まあうちにはジャガーもあるじゃないかと、だったらそれに取り付ける時に撮っちゃおうというところなんですけれど、まずねなぜ取り付けるかというと、基本的にはですね弦落ちですね。ジャガーから鳴らした方がいいな。ジャガーを鳴らしましょう。弦落ちがすごい。まずですね、もうチョーキングパチン、もうこう今落ちてますね。これでもう落ちちゃうんですよね。この辺はね落ちないです。大体この辺ぐらいから落ち始めるんですよね。もう15フレットは落ちます。まあ、これがね一番困ったとこではあったんですけれども、まあジャズマスもしっかりというところで、基本的には弦落ちしないようにというところでつけただけだったんですけど、かなりね音への影響がございました。ジャズマスで感じたのは、まずねここにねついてる時点でテンションがねかなりきつくなると。それによってね張りが出てきて、生音もそうなんですけど出音もねしっかりとしたね張りが出てきた感じがしました。でここのねピヨーンがなくなって、もしかしたらねジャズマスとかでねそれが好きな人もいるかと思うんですけど、残響音みたいなそういうのがなくなったのもあって、またねこう締まった感じ、シャープな歯切れ良さが出たというか、まあ、今回このジャガーでどれぐらい変わるかっていうのを撮っていきたいと思います。まずね生音撮っておきましょう。生音のね変わり具合もね結構楽しみです。ではねアンプを通した音も取っておきましょう。ではまずリアからいきます。ではこの後取り付けていきたいと思います。はい、取り付け完了いたしました。こんな感じでございます。弦を外してネジを外してこれ取り付けるだけと。では早速ね生音からいってみましょう。テンションはねきつくなってて張りが強くなってますね。音も若干硬くなった感じ。うん、いい感じでございます。チョーキングももちろん弦落ちしない。うん、まあ、ジャズマスとね似たような感じの変化、テンションがきつめになって生音に張りが出てくると。そしてチョーキングで弦落ちしない、もういい方向に進んでますよね。アンプ鳴らしていきます。おーおキラッと感が増した感じがミックス。
ないですからね。リア。という風な感じでございます。キラッと感がね。したような感じ。テンションきつくなってるんでね、ちょっとねコリンとした芯が出てますね。まあぜひぜひですね、弦落ちにちょっと困ってるとか、今ね僕ね10の46貼ってるんですけれども、バズストップバーでねいい感じの緊張感になってるかなと。もうちょい太くてもいいんじゃないかっていうぐらいの感じですけど、テンションはね全然きつくなったんで、なんかまあいろんなところで安心感ありますね。まあブリッジの交換とか結構高くなるので、このバズストップバー今5000円弱、4500円ぐらいかな、こんな感じだと思いますので、ぜひぜひお試しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。